はんまいは先生です。今回ね、月曜日になったところですけれども、まだ、夜中ですね。月曜日ということで、FX の再取引についてですね、現在ね仕込んでおります。マイナス518円というんですかね、実通貨、これライブ投資ですね。実践です。でこれ2週間前のこっからこかの利益ですね、これはね。それでこっからね、1週間から現在までの利益半分なんですけど、その利益から2週間前からと1週間前と、分析データプラスね、これ 1.73、 2週間では 2.54 になってると、マイナスがね悪化してると、これもマイナス悪化してると、この2つでね、これも悪化してる、これも悪化してる、これも悪化してるね、これも悪化してる、これも悪化してる、これも悪化してるわけですね。でこれはプラスに増えてるんですね、こちらね、赤じゃなくてね。でこれだけちょっと違うんですね、 CAD、CHF だけね。ということで順方向にこれ広がってるということですね。あのここ始めてね、この番はマイナスに減ってきてると、これはプラスに行ってますよということですよね。で一つだけプラスである、だけどもこの開きね、プラスを買いね、まだ上行くんじゃないかと、でここのとこの全部ねマイナスに行くんじゃないかということ、1週間後ね、これから3週間後だから、これから1週間後まで見るわけですよ。でこの2つ、2週間から1週間、2週間のねパーセンテージ前からのと1週間前からのパーセンテージで比べてみてるわけですね。それで鞘取引の符号ということで、相関関数はもう全然ないですけど、ゼロに近いですけどね、これね、広がりにだけを見てるんですね。もっと長く見るとあるんですけど、相関関数ね、たった1週間だけだとないんですよ。長く1年ぐらい見たり2年ぐらい見ると相関関数でね、適正値も見れるんですけども、まあ、超短期の1週間投資を狙ってまして、先週投資して、金曜日投資してから1週間で、今週いっぱいの末にね、もうちょっとこれ広がるんじゃないかということで、もう実際に、仕込んでいるんですね。これライブ投資なんですけどね、あんまり言わずにね。でとりあえず、100万円ぐらいの資金ですね、レバレッジがないとするとね、いやレバレッジ、なしあるんですけども、まあ、実際は100万ぐらいの投資ですね、この10個でね、っていうのは10個ですから1万ドル投資になってるわけですね。だから100万ぐらいなんですよ。で、じゃあこの移動、こっから他の、あ、こっからこの2つのパーセンテージね、変動を見て、ね、行ってる方向は、ここのとこはマイナスだから、ね、次の取引も1週間後ね、もっと先なんですけど、マイナスの方に行くんじゃないかと、これ全体的にね、投資これ全部マイナスの方に行くんじゃないかと、これはプラスの方に行くんじゃないかという、ことを計算して考えて投資しました。順方向ですね、戻りはまだないと思うんでね、順方向こうバリですね、広がっていくと、ね、銘柄が広がっていくよということを予測したんですね。それで仕込んだわけです。で今ちょっと少額だけどね、この投資、
だけど、まあ、予想としてこんぐらい上がるとどんぐらい5000ぐらいいくんじゃないかと同じような感じだったらね、5000ぐらいいくんじゃないかなとか1万円ぐらいいくのかなとか2万ぐらいいくのかって分かんないんですけど、まず小額でちょっと調べてみてでいいのかということでやってみます。で今マイナス518円ね、初め投資なんでスプレッド差があるんでね、それで1週間後これこの通り投資してるんで、マイナスのところはねちゃんと売りにしてましたね、プラスのところは買いで取引してるんですね。そうですね、 AUD NZD AUD AUD NZD ね、これちゃんと待ってね、見てみるかもね、 AUD ね、バイですね、うん、AUDNZD AUD NZD プラスにいってるから上だろうとね見てるわけですね。だそういうことですね。でまあこの移行に順調じゃないかと1週間後ね実行かって見たんですね。そのまま均一になるんですね、複合なんで1個だけ見てね上がっていくとか下がっていくとかこのパーセンテージ見てもね、これ上に上がっていくとか下がっていくとかね上がっていくとかこうこれは見て感じでね、いくらだけ買っても分かんないですね、外れもあるんでね、だから10個まとめてこの動きでね、勝ち越せるんじゃないかとあの適正もないのも出ましてねということなんですね。これがね、FX の複合差取引で最新の投資方法ですね。まあそんなことをちょっと紹介というか半前の先生の投資方法をね、実践をね、これから資金を増やしていきますけども確かめの投資ですね。これはデモで最初やっとくといいんですけどね。ライブでしちゃいました。そうですね。どうもありがとうございました。